666サタンは、岸本清氏による日本の漫画作品。月刊少年ガンガンにて、2001年から2007年まで連載された。単行本は、全19巻。英語版のタイトルは、王、パーツハンター。悪魔の力を持つ、主人公と伝説の王パーツを探すヒロインが、悪魔と天使の力を狙う、者たちと戦う、アクション漫画。 二部構成となっており、1から53話を第一部、54から76話を第二部としている。連載当初から作者、岸本清志氏の双子の兄、岸本人志氏の作品である、ナルトナルトと,と作風や設定が似ていることをファンレター等でたびたび指摘されており、 それに対して、単行本一巻のおまけページにおいて、ガキの頃から受けていた影響が同じだから似ているかもしれません。と説明している。資料あるものにその、獣の数を数えさせよ。それは、人の数であり、その数は、666。トレジャーハンターの少女ルビーは、伝説のオーパーツを探す旅の途中、世界征服を目指す少年ジオに出会う。しかし、ジオには、 圧倒的な力を持つ、もう一つの人格、サタンが存在した。ジオとルビーと仲間たちの天使と悪魔、そして伝説の大パーツを巡る旅が始まった。ありがとうございます。